と違う自分探しに行こう。考えよう新しいスイーツ。失敗しても落ち込まないで、友達や家族がそばにいる。一人じゃ叶わない夢だってきっと叶うよ。離れていても心はほらいつも繋がってるから。一人きりでチャレンジするのはちょっぴり怖い時もある。でも諦めないで突き進もう。背中をしてくれる仲間がいる。ワクワクは見つかった？それがなかなかうまくいかなくって。私もあなたに会いたかった。夏のスイーツ作りは進んでる？アイスクリームをね、服につけちゃったの。だからブティックに行くことにしたんだ。一人で頑張ることには賛成だけど、時には友達の助けを借りてもいいんじゃない？ほんとその通りね。ところで妹たちは？全然見ないけど。おっと、噂をすればね。4つのタイヤと親指が2本あって止まれないのは誰？私よ。チェルシー待って。ステイシー、ピアスの穴開けるの？クリップオンイヤリングを考えてる。新しいものに挑戦するのね。かわいいイヤリングがあるといいわね。それもそうね。ピアスっぽいのをつけたらどうなるか試してみようかな。いいと思うよステイシー。キラキラ光るの星みたい。うわ、決めた。うわー、かわいい。いいわね。素敵よ。いいじゃないステイシー。イエーイ。気をつけてチェルシー。なんとかして止めなくちゃ。止めるって誰？行くわよ。捕まえた。ステイシー、イヤリングのおかげで赤ちゃんたちが見つかった。スキッパー、ほんと助かったよ。あとはもう一日ゆっくりセルフケアしててちょうだい。セルフケア、そうだ、それが私の目標だった。私も目標を達成した。これが新しい挑戦なんだ。私だって挑戦したんだからね。そしてこれこそ私が求めてたワクワクよ。みんな目標を達成したってことね。でもあなたは夏のスイーツをまだ作ってないでしょ。あ？これってカップクリーム？いえ、アイスケーキ？どっちでもいいわ。これぞまさに新しい夏のスイーツ。見事大成功よ。私たち目標は全員バラバラだったのに、実は協力し合ってたの。離れた場所で別々のことをしてても私たちはいつも一緒ってことじゃない？そうね、みんな私の自慢の仲間よ。楽しみはみんなのため。そしてみんなは楽しむ。